おはようございます。今日はなんかなんとなく赤ちゃんとのね一日を撮ろうかなと思って撮り始めました。ごめんなさい、ポサポサで朝の今はね朝のだいたい7時半ぐらいなんですけど、まあ、あの前に見てもらったというか前に YouTube で載せたあのモーニングルーティンと変わらず、まあ、朝起きて王子にも今ご飯をあげて、まあ、私もいつものスムージーを飲み、そして赤ちゃんにおっぱいをあげて、赤ちゃんおっぱい朝の7時ぐらいなんで大体飲むのが、それをあげて今ちょっと2人が落ち着いたのでこれから私の準備をして王子をスクールにお送りたいと思います。呼ばれましたけど、はい、このまま用意します。ここにして、ここにしてさ、ほら、ママもさ、王子も一緒にやってるじゃん。一通り終わったので今からダッシュでお着替えをします。ダッシュね、今日はごめん暗いね。帰ってきたらそう、あのスクールに送ったらあのヨガをしたいのでトレーニングウェアにもうすでに着替えてこの子を送ります。上が来たらもう上からセーターを着てね、これでもう長男をスクールに送っちゃいますって感じで、出かけるまでここからちょっと少し長男を着替えさせたりしてバタバタするのでまた送るときに後でね。あら、泣いてまちゅね。ふーん、おはようございます。してください。起きてたね、ちょっと待っててね。こんな感じでも朝はねわっちゃわちゃなんです。わちゃわちゃなんです。ここから今片付けやりやなや、バイバイだよ。朝片付けとかして長男着替えさせてスクールに行きます。と上のお掃除とか片付けはわっと終わってまだ全然時間があるので、出る前に洗濯機を回していきます。なんかおくるみとかタオルとかもう乾燥モードで OK のやつを回していつもね出てるの。王子が転んだんだって転んだの？痛かった？大丈夫だよ。あのあと王子を救出して転んだ。掃除機をパッとかけてもうカオスすぎて動画撮れなかったんだけど、今スクールに送ってます。なんか結構質問が多いベビーカーのことなんですけど、2人乗りの紹介しようかな、時間全然あるし。このコンターズっていうところの使ってるよ。なんかねトラベルシステムのさ、このこれなんだっけ、どこなんだっけ、サイベックスか、サイベックスのもともと持ってたから新生児入れるのに必要だからアダプターを別で買って、そうこれが乗せれるやつを探してて、2台付きの横並びだとさ、ほらいろんなとこ入れないかもしれないから縦にしたんだ。あとなんか子供たちなんか一緒にこうやって顔を向けられるのがいいなと思ってこれにした。でこの子が3ヶ月過ぎたらこの長男がつけてるこの椅子がもう1個あるからそれをこっちにつけて同じ風に顔向きにしたりとか、まあ両方表向きにしたりとかできるやつで、これはもう海外のやつなんですけど、海外のブランドのすごいいいよ。長男を無事スクールに送ったので今からちょっと私はコンビニにちょっとコピーをしに行きます。マミーのお仕事があるのでコンビニにベビキッズと行って
お家に帰りまーす。お家に帰ってきました。で、お家帰ってきて、授乳をしてベビーが寝てヨガをしようと思ったんですけど、体が少し冷えているのでヨガをする前に5分だけ全身浴をしようと思います。アップルサイダーティー、アップルサイダーに、小さじ2杯ぐらいのアップルサイダーにお湯を入れて、もう飲んじゃって少なくなってるんだけど、お湯を入れてそこにシナモン入れて飲むんですけど、朝とかも起きた時とか結構体冷えた時に飲んでるよ。お風呂に入れてるのがあって、エプソムソルト、エプソムソルトがすっごい大好きで昔から、それにねピンクソルトが入った、これコストコで買ったよ、大きいの 2.5 キロ入ってるやつ、これ入れてちょっと5分だけ全身浴をしてからヨガをしたいと思います。で、ヨガが終わりました。で、この後、お昼に買い物に行きたいんですね。そう、それはまた YouTube で別で撮るね。買い物してるところはみんなにおすすめのものを紹介しようと思ってるから。なんか1日撮るのってやっぱ楽しいよね。結構好き。さあ、さっきやってた洗濯物がきっと終わっているであろうから取り込みます。ちょっと 2.6 秒で化粧したいと思います。今日はIT の CC クリーム、これね、CC フォロー、フォローじゃなくて、日焼け止めも全部入ってて、最高なの、美容液成分も入ってるし、SPF50 だし、この IT コスメティクスはね、セフォラのオンラインで買えるよ、アンプリチュード、わー、カメラが映ってる、こんにちは、アンプリチュード。なんかあんまりゆっくりさ買い物にも行けてなかったんだけど、やっとベビーの1ヶ月検診も終わったし、遠くに行ってなかったから少しタクシーに乗って、私が大好きなねスーパーフード売ってるお店に行こうかなと思って、それも動画に撮るからさ見てね。みんな柚子でいいんだよね、柚子のライナーを使っていきます。完成。さあ今からお昼ご飯を作りに行きたいと思います。今からお昼ご飯作るね。そう、今ね、体質改善っていうか、なんかダイエットなわけじゃないんだけど、産後だからね、ちょっと筋肉をねいっぱいつけたくて、私いつもそういうフルーツとかナッツとかばっかりだから、トレーナーさんにね食事を見てもらってて、なるべくそうタンパク質を、なんかタンパク質取ってって言われる、
まあ、超適当料理だからね、あんまりこれは参考にしないよ。完成です。美味しそう。スムージー、プロテインスムージー作るんだけど、めっちゃ簡単。私のライスブルーベリーを入れて、それにね、このチョコ味のプロテインを入れていくんだけど、これはなんかメイクバランスっていうところのやつ買ってみた。まあ美味しいよ、普通に。ちょっと大豆っぽさが苦手な人は無理かもね、そういうプロテイン。でも美味しいし、カロリーも低いのにプロテインすごい入ってて結構良いと。で、もう超簡単、これに豆乳を入れて、で豆乳ばっかりにすると甘すぎるからお水も足します。ご飯を食べる前に片付けをします。いただきます。お昼ご飯、今がだいたい12時15分とか20分ぐらいです。てかさ、思ったんだけどさ、これベビとの1日って朝始めたのにさ、私しか映ってないよね。アンジェリカの1日になっちゃってて、ベビね、ずっとね寝てるんですよね。あんなうるさいミキサー音でもまさかの起きないっていうね。いただきます。幸せ。チリパウダーかけちゃう。レッドペッパーね。やっぱりさ、全然話飛ぶんだけど、お片付けしてから食べたいよね。なんかお腹が空きすぎて、もう今食べたいと思うんだけど、終わった時になんか悲惨すぎるから、超我慢して片付けした後にご飯食べるのがなんか何とも言えない幸せな感じ。わかる？これ、私がね最近ハマってるものがあって、そば飲み、もうごめん超減ってるんだけど、が大好きで、こういうサラダとかスープとか、なんかこういうスムージーとかもそうなんだけど、にかけたりして食べるのが大好きなの。こんな感じでなんかポソ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 ポリポリ食べれるやつ、美味しいからおすすめだよ。ベビーが起きましたよ、やっとやっとベビーとの休日っぽくなってきた。おはよう、おはよう、起きた？おはよう、早起きたね。これから授乳したいと思います。よし、でもうね、あともうちょっとでお家を出るんですけど、買い物しに。洗濯物がさっきの終わったので、家を出る前に干します。よしって感じで洗濯完了。カリュウカリュウ、よしね、オッケー。で、これからベビーをベビーカーに乗せて出発したいと思います。用意ができました。で、ベビキちゃんと行ってきたいと思います。感じで、今日はこれからお買い物に行きたいと思います。で、もうお家のスーパーフードがなくなったので、そのスーパーフードを私の
大好きないつも行ってるお店に買いに行くので、 そう、それはそれでこの後撮影するので、またそれも見てね。そう、私のおすすめのスーパーフードとかいろいろ紹介していけたらいいなと思います。お買い物しながらって感じで、それはそれでまた見てくださいって感じで買い物に行ってきます。で、お買い物が終わって今から王子をお迎えに行きたいと思います。てかお迎えに来ています。はい、どうも。はい、 Say bye bye できる？バイバイ。